今日も折り紙キングやっていきます。前回最後の文豪軍団であるホッチキスをフェイタリティしたところだったね。絵面が生産すぎますよ。よし、それじゃ行くぞ。オリー王との最終決戦や。これピーチ城と一体化してんの？よく分かってなかったわ。壁に貼り付けにされてるのかと。ナム、ここでまさかの願望機概念。便利なやつ出してきたな。オリーよ、紙テープとか文豪軍団でひたすら時間稼ぎしてたのは、千バズルのためだったんだね。キノピオを白紙にするってどんぐらい恐ろしいことなんだろう。魂の抹消とか超人予言書のページを破るとかそんな感じなのかね。しょうもな、いや折り紙族からすると生まれる前から全身タトゥーにされたみたいなもんなのか。まあ何に起こるかは人それぞれ。個人と人種を一緒くたにするんじゃない。坊主憎けりゃいか略、キノピオ差別かよ。折り紙っぱりらしいな。いよいよ直接対決じゃオラちょっとちょっと、ラスボス戦にメインテーマ流用されるとテンション上がっちゃうな。こっちも神様の力で対抗だ。ってことなんだろうけど、土神様に聞く神様は知らんしな。
まあなんとなく予想できるけど、本来の弱点である尻尾を叩いてみることに。え、普通に行動するじゃん。おわ、55ダメージ。尻尾の弱点を克服してるんじゃないよ。くっそ、ラディッツかと思ってたのにベジータだった。こんな時こそオリビアヒントタイム。まあ、うすうす分かってたけど氷神様だよな。土、水、火、氷っていう相性関係だから、相性をぐるぐるさせるのなら、氷、土も効くよね。せっかく、だしまったり見ていこうぜ。神様の活躍をよ。しかし、土神様の姿も懐かしいね。あの時が初のボスバトルだったな。あの頃は、オンパネルも神様パネルもなくてめちゃくちゃシンプルだったな。いつ見てもイブルカーナだ。全然討伐できなくて辛かった思い出が蘇る。ガードランサーなので、慣れるまでは、スタミナ切れからの時間切れで大変でした。よいしょー。結構、オリオー HP 低いんじゃない？もう半分やで。なるほど、神様を攻略すると、次の神様に変身って感じか。今まで戦ってきた神様バトルの記憶力が求められるね。オリーよ、自分の身を削りすぎですよ。まあ、これこそ水神様ってのはわかるな。燃え盛ってる羽を踏むととんでもないダメージなんだよな。まあ時間はいっぱいあるし、じっくり考えてもろて。む、回復したぞ。くっそ、まさかの時間制限付きバトルか。制限時間ギリギリまで見直しをする私みたいなタイプにはきつい。あんまり悩んでると、どんどん不利になるので、即決する羽目に。カモン水神様。最近影が薄かったな。まあ、最近のステージは大海原から天空へ、と、あんまり水のあるなしで困る地形ってなかったからね。進化完了です。さーて、あとは殴るだけだな。あれ、神のテラッシュがノーダメージなんだけど。チートか？全神様を攻略するまで絶対死なないとかかもしれない。すっかり忘れてた。そうだそうだ、氷神様は迷路を作るんだったな。死ぬ気で覚えていただければと。
今度は初見じゃないからしっかり覚えてるぜ。こうじゃろ。割と簡単な記憶力テストだけど、時間制限があるとちょっと焦っちゃうね。氷を溶かしたけど攻撃してくるんかい。しかも可愛い。ドスドス戻っていったね。ああそうか、2回やらされるんだっけ。いいよもう。回転だけなら簡単だよ。というわけで、さっさと神のテラッシュ。あれ、倒せちゃったよ。出番がない水神様、哀れな。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れっした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。